あ、お疲れ様でーす。今日はですね、こちら伊賀市文化会館にお邪魔しております。伊賀市はですね、ちょっと久々にお邪魔させていただきました。で、今回なんとですね、この伊賀市でモノマネステージを、20分ぐらいね、やらせていただくんですけれども、そのモノマネステージが終わったらすぐ北海道にお邪魔するというですね。今回ですね、どこの町に行くかと言いますと、千歳空港から車で、2時間から3時間くらい？すごい1時間ぐらい。1時間ぐらい差がありますね。2時間半から3時間ぐらいじゃないですか。2時間半から3時間ぐらいの、距離車で走った行ったところの、小平町、小さいに、平と書いた町。小平町、こちらの方にお邪魔して、明日はお祭りのイベントでなんと保井健太さんとご一緒させていただきます。なんかね、嬉しいですね、こういうお祭りができるようになって、なので、今回は今このあと、今リハーサル終わったばっかりなんですけど、ここから、ステージやって、急いで空港行って、で空港から北海道千歳まで飛んで、着いたら小平町行きます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。無事に終わりましたね。はい、楽しかったです。やっぱりステージはいいですね。さあ、ここから北海道へ移動します。ドゥ。ドゥ。行こう。なんですが、セントレア空港から行った方が断然近いんですけども、ちょっと時間的に厳しい。厳しいということで、一旦東京戻って羽田から行きます。おー、やるね。まあ行こう、とりあえずレッツゴー。元気100倍アンパンマン。アンパンマンできないし、グビー、飛び降りて、リンゴに白ぶどうにオレンジだぞ。あとね、いや、キノコの山。皆さんはキノコの山派ですか、キノコの殺到派ですか？以上、はい、私のカバンの中身でした。いい感じの時間つきましたね。あ、みやちゃんお疲れ様です。ありがとう。今島味をね、釣れるか釣れないか語ってますけど、見てください。こちらのタクシーアルファードに乗りますと、なんと一途な声、こちら宣伝してもらってます、運転手宮本さんです。見えてるかい。現場からは以上です。
ありがとうございました。なんか早かったな。時間通りに空港着きましたね。よかった。着いた、無事。さあ、ここから小倉町まで行きましょう。レッツゴー。ちょうど今食ってますね。そう、ギリギリね、ステージの時は間に合いました。なんとかお天道様も味方してくれたようです。で、これで、じゃーん、出てこちらいただきましたよ。この霜降り、やばいです。小平の和牛をゲットしました。 200g。 なんとこちらも2枚、東京帰っておいしくいただきたいと思います。皆さん、ありがとうございました。盛り上げていただいて、これでスタミナをつけて、はい、ね、また夏を乗り切りたいと思います。今回ちょっと結構ハードだったんで、まあまあ睡眠不足ですが、無事に到着しましたよ。イエーイ。ということでお届けいたしました。お付き合いいただきましてありがとうございました。次回は番外編。マジハン？めっちゃ時間ある。食べて食べて食べて食べまくる。